こんにちは。今回のおすすめ中古カメラ情報はこちら。5万円以下、旅行にぴったりな小型軽量中古カメラ3選。旅行ということで、小型軽量と高画質を兼ね備えた今おすすめの中古カメラと標準ズームレンズの組み合わせを3つご紹介いたします。なお、本日ご紹介する商品の価格は動画制作時のものになりますのでご了承ください。ご紹介する商品1つ目はこちら。一眼レフカメラ、キャノン EOSKIS X5 と EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS2、 合わせて最安で 18,300 円で揃えられるセットです。 EOSKIS X5 は2011年発売の一眼レフカメラです。 EOSKIS デジタルシリーズは約20年前に入門者向けとして発売され、長きにわたって愛され続けてきました。有効画素数は約1800万画素。質量は本体のみで約 515g と非常に軽量で、コンパクトなボディと高性能を両立させた1台と言えます。シーンに応じて最適な画像が得られる全自動撮影機能のシーンインテリジェントオートや、モニターがバリアングルモニターというところで、自分で一からカメラを設定をしなくても、パッと構えてすぐに写真を撮ったり、モニターを展開することで自撮りもしやすくなっています。このカメラの組み合わせにおすすめの標準レンズが EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS2 です。こちらは肉眼に一番近いと言われている 50mm の焦点距離をまたぐ標準ズームレンズです。センサーは APS-C サイズになっていますので、 18-55mm と組み合わせると 35mm 番換算で 29-88mm、風景を広く撮影したり、テーブルフォトにぴったりの非常に使い勝手のいい画角のレンズとなります。こちらのレンズには手ブレ補正機能が搭載されていますので、高い位置、低い位置からの撮影など、安定しない体勢での撮影でも、ブレないクリアな写真の撮影をサポートしてくれます。レンズのみの価格は3300円。このボディとレンズの組み合わせは最安で 18,300 円なのですが、もっと望遠で撮りたい方には、EF-S55-250mm F4-5.6 IS2 がおすすめです。こちらは現在の最安値が 15,100 円なので、カメラボディとレンズ2本合わせても 33,400 円と非常にお買い得です。さらにもう一つおすすめとしては、5万円から少し足が出てしまう可能性が高いのですが、 EOSKIS X9 もおすすめです。 X9 の方は液晶がタッチパネル式になっていて、スマートフォンと同じように直感的な操作がしやすいことと、さらにスマートフォンアプリカメラコネクトに対応しているので、スマホに画像を転送したり、スマホからリモート撮影することが可能となっています。旅行中に画像を共有したり、カメラから離れて記念写真を撮ることは簡単にできます。2つ目にご紹介する商品はミラーレスカメラ、ソニー α5100 と EPZ16-50mmF3.5-5.6 OSS の組み合わせで、合わせて最安でぴったり5万円で揃えられるセットです。ソニー α5100 は2014年発売の入門者向けのミラーレスカメラです。 α シリーズはコンパクトかつ高いオートフォーカス性能で多くの支持を受けているシリーズです。有効画素数約2430万画素のエクスモア CMOS センサーを搭載、高精細、鮮やかな発色、背景をふんわりぼかして撮影することは可能です。ミラーレスカメラということで、質量は約 283g と非常に軽量です。撮りたいところに瞬時にピントを合わせるのに便利なタッチフォーカス機能と、撮りたい被写体に画面上で触れるだけで簡単にシャッターが消えるタッチシャッター、こちらの機能が搭載されていますので、ボタンを操作しなくても直感的に撮影することができます。また、このモニターは、上方向に180度展開するチルト式になっていますので、自撮りもしやすいですし、肌を自動で滑らかにする美肌効果モードも搭載されていますので、綺麗な記念写真も簡単に撮影することができます。写真や動画を簡単に転送できるワンタッチシェアリングが可能なので、手軽に家族や友人と写真をシェアできます。このカメラの組み合わせにおすすめの標準レンズが EPZ16-50mmF3.5-5.6 OSS です。センサーは APS-C サイズになっていますので、35mm 番換算で 24-75mm、非常に使い勝手のいい画角のレンズとなります。
こちらのレンズにも手ブレ補正機能が搭載されていますので、手ブレが起こりやすい夜間での撮影をサポートしてくれます。レンズのみの価格は 11,900円。このボディとレンズの組み合わせは最安で5万円ぴったりなのですが、もっと望遠で撮りたい方には E55-210mm F4.5-6.3OSS がおすすめです。こちらは最安値が 13,800 円と5万円には収まらないのですが、中古でお選びいただけますと最大約2万円ほどお得にお買い求めいただけますので、ぜひチェックしてみてください。3つ目はミラーレスカメラ、オリンパス OMD-EM10M3 と ED14-42mm F3.5-5.6EZ の組み合わせで、合わせて最安で 49,000 円で揃えられるセットです。 OMD-EM10M3 は2017年発売のミラーレスカメラです。 EM10 は OMD シリーズの中でもエントリークラスの位置づけで、クラシカルな見た目も相まって入門者に人気なシリーズですが、上部にダイヤル群が多く配置されているので、カメラの操作に慣れているアマチュアやプロからもサブ機として人気を博しています。有効画素数は1605万画素ですが、細部までしっかりと描写できますし、暗いところでも安心して撮影ができます。質量は約 410g とこちらも非常に軽量です。 OMD-EM10M3 はどんなシーンでもブレない高画質が楽しめる機種となっていまして、カメラボディ内に高性能な5軸手ブレ補正が搭載されていますので、レンズに手ブレ補正機能が搭載されていなくても特に影響が出やすい夜景や薄暗い室内でも手ブレを気にすることなく安心して撮影することができます。また一眼カメラを初めて持つ人にも安心して使えるオートやシーンなどの4つのカメラアシスト撮影モードや、顔優先 AF、 顔瞳優先 AF といった簡単に顔にピントを合わせてくれる機能も備わっている、とにかく簡単に撮ることができるカメラとなっています。このカメラの組み合わせにおすすめの標準レンズが ED14-42mmF3.5-5.6EZ です。センサーはマイクロフォーサーズになっていますので、 35mm 版換算で 28-84mm の画角のレンズとなります。こちらはパンケーキレンズと呼ばれる薄型のレンズなので楽に持ち運びができますし、ボディと合わせた時のバランス感が非常にいいですね。レンズのみの価格は8,000円。このボディとレンズの組み合わせは最安で 49,000 円なのですが、もっと望遠で撮りたい方には ED40-150mmF4.0-5.6R がおすすめです。こちらは最安値が 8,000 円からで非常にお買い求めやすくなっております。ぜひチェックしてみてください。いかがだったでしょうか。中古商品ということで価格や在庫数が日々変動していますので、定期的にチェックしてみてください。また北村ネット会員登録をしていただきますと、お気に入り登録機能の中古商品入荷情報をメールでお届けいたします。ご購入の際には持っているカメラ、レンズを下取りなす何でも下取りや、ご購入後はカメラの北村店舗にて最短10分でお渡しクイックメンテナンスや、最短当日仕上げのセンサークリーニングなどのカメラメンテナンスサービスもございます。本日もご視聴ありがとうございました。